ただいまー。うわぁ、すごいごちそうだね。今日、何かいいことあったの？ん？どうしたの？そんなに僕の顔を見て。やめてよ。照れちゃうじゃん。今日、何の日だっけ？ごめん、わかんないんだけど。え？誕生日？僕の？もしかして誕生日だから頑張ってくれたの？さ、せっかく用意してくれたのは嬉しいんだけど、誕生日明日なんだよね。勘違いしちゃった。いや、いいんだけどさ。うん。でもさ、誕生日間違えるなんて、どうしたの？誰かに聞いた？俺の兄貴。ああ、そっか。兄貴とはまだ続いてるんだっけ。ま、昔はどうだったか知らないけどさ、今は僕が君の相手だから。ね。兄貴はもう関係ないから。悪かった。兄貴相手だと冷静じゃいられなくてさ。なんで俺が先に会わなかったのかって。そしたら、お前のこと、こんなに辛くて悲しい思いさせなかったから。誕生日は今から祝って。せっかくだから前夜祭しよう。ね。その代わりお願いがあるんだけど。プレゼント？そんなのいらない。明日もって言ったけど、プレゼントまでに2つもらおうなんて考えてないから。教えてほしい。何が欲しいか。それはね、お前、聞こえた？もう一回言おうか。お前、顔真っ赤になってるけど、そんなに照れないでよ。恥ずかしいじゃん。それにしょうがないでしょ、本当のことだから。兄貴と別れた時からお前は僕のものだって分かってるけど、でもどこかで不安もあってさ。だから本当に僕のものだって安心させて。明日はリボンつけてちゃんとプレゼントになって待っててよ。帰ったらいっぱい可愛がってあげる。いい？絶対だからね。お前がいてくれることが僕にとって最高のプレゼントだから。ありがとう。